今回ご紹介するのはハミルトンの軍用海中手巻き時計 GCT グリニッジシビルタイムです。第二次世界大戦時にアメリカ軍用に製造されたミリタリーコレクション。24時間表示、ハック、秒針停止機能を採用した。6姿勢、精度調整キャリバー搭載のナビゲーションポケットウォッチです。文字盤はブラックカラー。24H の全数字とスペードハンドの組み合わせ。12時1に GCT マーク、ホワイトレターの視認性に優れた軍用ならではの風貌デザインです。メタル製ケースはローレット加工を施したスクリュー式。裏蓋には刻印が残っています。独特な雰囲気を持つ軍用海中時計コレクションにもおすすめです。ダイヤル、文字盤、オリジナル性は不明です。シミ、小傷、軽いへこみなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ切れはありません。針、インデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋、擦れ、小傷、剥がれが認められます。裏蓋の刻印は判読可能です。へこみはありません。風貌、擦れ、小傷が認められます。視認性は十分に保たれています。操作方法、12時1にあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げると、ゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと、針が稼働して時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止付きです。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。姿勢差はあるかと思います。ケース径は約 52mm、 縦約 64mm、 ペンダントトップ含む、厚さ約 16mm、 風貌含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、
ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。